いつもご視聴ありがとうございます。少し前の動画でシャンプーとトリートメントを試してみて、結局夜っていうシャンプーとトリートメントを買いましたというお話をしたんですが、美容院に行ってちょっと髪型が変わりまして、もうちょっと軽い仕上がりでもいいかなっていうふうに思い始めまして、今回こちらのドロアスのものを買ってみました。実はちょっと前にこれの、違う色のものを使ったことがあるんですけど、その時はですね、髪型がちょっと違ってたので、ちょっとね、仕上がりが軽すぎるかなっていうふうに思ったんですけど、このヘアスタイルになりまして、もうちょっと軽い感じでもいいかなっていうふうに思ったので、またこちらにね、戻してみました。実はトリートメントとシャンプーボトルに入ったものと、チューブに入ったヘアトリートメント、この3点セットを最初に注文して、まだ届いてないんですね。それでその後この2点を滑り込みギリギリ、ブラックフライデーセールの最終日にギリギリで注文したんですけど、私もアマゾンのブラックフライデーってそんなに注目してなくて、今回ですね、結構こういう日用品、普段買ってるもの結構安くなるっていうことが分かったんですよ。導入にしてもそうなんですけど、ブラックフライデーセールの時だけすごく安くなっていて、もっと早くからね、こう狙ってればよかったなぁとちょっと後悔なんですが、まあ、シャンプーとトリートメントっていろんなお店ちょこちょこ寄ったりして見るんですけど、なかなかね、値段って下がらないんですよね。まあ、どれでもいいので1000円ぐらいのものを買うと、まあ、どれにしても安いものよりはまとまりいいなということに行き着きまして、最近は量をね、できるだけ少なく使いながら、1000円ぐらいのものをね、買うようになりました。それと今日ぜひ皆さんとシェアしたかったものがですね、こちらです。これちょっと話せば遡るんですが、9月にですね、東京から友達が来まして、京都のホテルに一緒に泊まったんですが、その時うちにあった試供品の化粧水とかをね、いくつか持って行ってね、その中にですね、あらって思うものがあったんですよ。私あんまりね、化粧品ってそんなにこだわりなくて、これもドラッグストアでね、一番安いやつを買ってるんですね。今こちらのものなんですけど、まあ大体1000円以内のものが多いんですよ。それで、試供品使ってもね、そんなに、これはって思うのって普段感じないんですけど、その京都のホテルで使ったもので、もうツルッツルになってね、すごいね、びっくりしたものがあったんですよ。袋を取ってあるんですけど。こちらです。カルテ HD のですね、化粧水だったと思うんですけど、化粧水か美容液かどっちかだったんですね。塗ったらね、もうツルッツルになって、これいいなっていう風にね、すごい思ったんですよね。それでね、その時はね、まだこれがね、たくさん残ってたので、まあ急いで買わずにはいたんですけど、いくらぐらいするのかなっていうふうに調べたところ、小さい割に高いんですね。これがこんな大きさでね、1000円とかじゃないんですよ。美容液は 30ml で2700円でした。このシャンプーもそうなんですけど、化粧品でね、2700円っていうのね、結構高いなと思って、そのうち買おうかなとか思いながらずーっとね、買えずにいたんですよ。それでいよいよこちらの方がもうちょっとしかなくなりまして、いよいよ買おうって決心した時に、イオンで探せなかったのでお店の人に聞くと、それドラッグコスメなんでドラッグストアしか売ってないですって言われて、それでうちの近所のドラッグストア行ってみたら、そこには置いてなかったんですよ。それで結局違うドラッグストアに行ってやっと入手できたんですが、ラッキーなことにですね、ブラックフライデーだったからかもしれないんですけど、普段1800円の化粧水がですね、今だけですね、こういう空の特別なボトルなんですけど、これに移し替えるように化粧水がついて、こういうセットでですね、1500円で普段より300円安く売られてて、これ本当に店頭で見た時嬉しくて、本当に待った甲斐があったなと思ったんですが、即買いました。
中はですね、こういうスプレーではないんですが、ポンプ式になってます。はい。まあ、ちょっとね、50代でキティちゃんってどうかなと思うんですけど。はい。ですね。あ、かなりトロッとしてますね。なんか美容液に近い感じの化粧水らしいです。ですね、はい、パシャパシャではないですが、あんまりドロッとしてない感じですね。またちょっとね、どんな感じかしばらく使ってみたいと思います。私はどっちかっていうといい匂いがする方が好きなんですが、匂いは全く無臭のタイプです。Giddy up, yeehaw, yippee. Rock around your Christmas tree. なんか音みたいな、声みたいなやつでしょ。それ、そんなのすごい難しいね。Giddy up, yeehaw, yippee. それ日本語で言ったら何なの？これは馬を乗るときなんか。普通の馬とかも？Yeehaw はやっぱりカウボーイかな。Yippee ね。それはチューチュートレイン？それもおもちゃかな、チューチュートレインと、その飾りは英語でなんていうの、そのガラスみたいな。これ、オーナメント。ああ、ただのオーナメントなんだ、そんなグラスボールとかそんな名前ないんだ、そうか、そうか。